トイック、前日、そして当日の過ごし方、本当に忘れる人がすごく多いんです。一番の優先順位は、が覚えてないのを見直すっていうだけでも大丈夫です。ということで始まりました、もちつチャンネル。さあ、今回はですね、トイック前日、そして当日の過ごし方っていう動画を出したいと思います。まあ、この動画を見てるってことはですね、トイックの前日とかですね、もう近いっていうことだと思うんですけども、自分自身も明日トイック実際受けてくるわけなんですが、前日、当日、どうしたらいいのっていうですね、問いの動画になります。なんで、前日に関してはどんな勉強したらいいかとか、どういった過ごし方をすればいいかっていうヒントを与える形になります。そして、当日に関しては午前受験と午後受験が今はあるので、過去にね動画出してるんですけど、午後受験のみ存在していた動画なんで、今回は新しく午前受験、午後受験どうしたらいいかっていうのを話そうと思います。もちろん人それぞれね過ごし方はあると思うので、あくまで一つのヒントにしてもらえればいいかなと思います。まず前日なんですけど、これから勉強するやり方とかね、これやっといてねっていうのを言うんですが、その前にちゃんと荷物準備してください。これ大事です。今はですね非常に優しくてですね、リストがついています。本当に忘れる人がすごく多いんです。こういう形で載ってますね。写真付きの本人確認書類、有効期限内の原本、運転免許証、学生証、パスポート、マイナンバーカードというようにですね、まあ写真付きのものでなければいけません。前はアメリカの免許でも受けれたんですよ、日本で。でもそれがダメになったので、外免切り替えっていうんですけど、僕は外国語の免許を日本の免許に変えました。日本の免許をトイックのために持ってます。で、続いて当然受験票ですね。受験票をきちんと持ってきてください。そして証明写真を貼り付けてください。この証明写真忘れる人多いですね。昔は証明写真なくても受けれました。実際僕も証明写真がなくて満点のね証明書あるんですけど、今は受けれませんので、必ず証明写真準備しておいてください。当日ですね、まあ何度も自分も当日に準備したことあるんですけど、最寄りの駅とかのね、あの写真の機械、人が並んでて使えないとかさ、試験会場の近くの写真撮るやつが並んでて使えないとかってすごくあるので、それで何度も遅刻そうになってますから、自分自身。まあ本当はね写真撮っといて家のプリンターでね出すっていうのがいいんですけど、プリンターもね持ってない人多いですからね。まあコンビニでプリントアウトするっていう方法もありますので、近くにスピード写真のやつがない人はコンビニなどでも出しておくといいと思います。続いて筆記用具、そうですね、これもまあ自分自身当日買うことがすごく多いんですけど、消しゴム付きの鉛筆を買うことが多いですね。で、芯の太いシャーペンとかね使う人もいると思うんで、そちら準備してください。続いて腕時計、そうですね、まあ学校とかだと部屋の中にあるんですけど、セミナー会場とかだとないことが多いですね。なので持っていくことをお勧めします。自分は持っていかないので、いつも時間がわかりません。なぜかって腕時計なくしちゃうんです僕今までの買った腕時計全部どこにあるかわかりません。続いて今はマスクが必要です。そうです、マスクしてないと受験できません。これらを準備して、で受験票に写真貼って、で署名欄っていうのがありますから、きちんと署名しましょう。で写真のルールもありますからね。で最後に当日にやるんですけど、体調チェックのチェック欄っていうのが必要になりますので、これ忘れてて当日やるっていう人がめちゃくちゃ多いです。という準備がまずあります。じゃあ勉強何するのかって言うんですけど、いつも言うんですけど、一番の優先順位は設問を覚えることです。よく自分のねこの参考書をあげるんですけど、後ろにパート3,4,7の設問ですね、こういう設問が出ますっていうのが載ってるんですけど、これを覚えとくとスピードが全然違います。パート3,4って設問先に読んでから音声聞くんですね。でその時に設問読むのが遅かったらめちゃくちゃ時間無駄にするわけですよ。設問は同じパターンがずらりと並んでますから、設問を知っておくことで読まなくて済むので、ああもうこれだ、はいはいはいってパッと見てパッと意味がわかる。そう、読むんじゃなくて見て意味がわかるようにしておいてください。これが大事です。でパート7っていうのは読解ですから、読解の時っていうのは設問わかるかわかんないかによって当然回答時間変わってきちゃいますね。ですごく大事なんですよ。公式問題集持ってますっていう人もそうです。だから自分自身は大学ですごく下のレベルのクラスを教えてたんで、前日は解かなくてもいいと、解かなくてもいいから設問だけ見ときなさい、公式問題集の。それを最優先にしなさい、そう覚えていきなさいって言ってた。公式問題集だったら問題の設問見て、設問の意味が分かんないんだったら日本語訳あるから、その日本語訳見てそれを分かるようにしていきなさいって言った。そうです、モーストライクリーとか知らないで受けてる人いっぱいいますからね。で次にパート5の得点源のパターン、品詞だったり品詞語形問題とか接続詞対前置詞とかよく出るパターンがあるので、そこを押さえておくといいですね。まあ、よく出て確実に取れるところ、まあそれ参考書でもいいですし、パート5の確実に取れるところの復習しとくこと。でもっと時間あるよ、もっとやれるよっていうんだったらパート2。パート2は本当同じパターンしょっちゅう出てくるので、ただただ練習してるだけでもデジャブ感めっちゃ味わえますね。あ、これだ、あ、
これだ、あこのパターンだっていうのが同じのが出てくる。だこの3つが、まあ、できるんだったらやっといてほしいなっていうものです。でプラスでもちろん単語ですね、まあ、キンフレとかね持ってる人もいると思うんでそちらやるで優先順位としてはができればいいな。もちろんすごい時間ありますっていう人ね、がっつりできますよこの土曜日大丈夫ですっていうんだったら解けばいいですね。その公式問題集1セットとかってね、まあ、かなり大変ですけどね、そこで時間配分をチェックするとかね、自分はどのパートにどれぐらい時間かかってるんだっていうのをきちんと測るとか、やったことない人がすごく多いんですよ。そもそもトイック1回のね丸々2時間っていうのを体験するのはなかなか難しいんですけどね、まあ、もしそういう時間と余裕があるんだったら自分はどこにどれぐらいの時間がかかってるんだ、じゃあこうやってやんなきゃいけないなとかっていう戦略を考えるっていうのがあります。ただまあなかなか難しいです。そんな風にできる人はそういません。なので前日はこの4つのものがおすすめになります。続いて当日ですね。まあいろんな人が今多いのがリスニングで耳を鳴らしておく、まあシャドーイングとかしてね、あこのパターンとかね、あこれだっていう風にして英語耳にしておくっていう人もいますね。で私はまあ単語をやっとくのをおすすめしますね。まあ自分自身はゲームやってるんですけど、大体単語とかやってないんですけど、トイックのやつやっとけば、まあ著者がトイック受けてる人の本であれば別にキンフレじゃなくてもいいと思うんですよ。そうやってる大体当たるから何かしら出ます。もう全然著者がトイックのこと知らないで書いてるやつはだいぶやってほんのちょっと出るって感じだと思うけど、著者がちゃんとトイック受けてる人で書かれてるものだったら相当な確率で出てくるので、本番めちゃめちゃ出ます。だから覚えてないのを見直すっていうだけでも大丈夫です。同じようにまあ公式問題集で分かんなかったものを書き出してますとかっていう人はその分かんなかったやつを見直すとか、そういった形で大丈夫です。で当日の過ごし方としてはやっぱ朝の人ですね、9時25分から9時55分なんで集合時間ですね。これ間違えないでください。しょっちゅう間違えます9時25分までだと思ってめちゃくちゃ早く行ったこともあります。あ、めちゃくちゃでもないか。9時20分ぐらいに到着してから。なんか、いつも行くときって人埋まってんのに今日スカスカだなって思って勘違いしたことあります。で、大体まあ朝ごはんとかね、食べる人だったらもう結構早く来なきゃいけないね。朝方の人に有利でね、7時とかさ、もう8時にはご飯食べてますみたいなね、状況じゃないといけないね。私無理なんで朝。大体だから9時に起きます。もちろんその、どこかによるんですけど、試験会場が。遠いとこだった場合はもっと早く起きますけど、朝ごはんとか食べないです。基本朝ごはん食べないんで、もう昼に起きる人間ですから。でやっぱ朝ね苦手な人がうわーってなってると思うんで、そういう人は先ほど言った4つのねどれかをおすすめするって感じです。耳でっていうんだったらパート2なるべくおすすめ、まあパート3、4でもね同じような会話同じようなストーリーが出てくることはあるんで、単語だったら同じのが出てきますからおすすめします。あの読解問題とか問題を解くっていうのはあんま進めないんですよ。そうすると疲れちゃうんで、そのメンタルエナジーっていうのはありますから、人には。でディシジョンファティーグですね、決定をすればそれほど脳っていうのは疲れていくものなので、なるべくいろんな決定をしない方がいいんですね、本番までに。で本番の時にだって選ぶわけじゃないですか、たくさん。だから問題を解くっていうのはあんま進めないです。だったらもう覚えてる単語の復習とかそういうのがいいと思ってます。ギリギリまで説明がある、説明中でも読めんだっけ、結構ギリギリまで読めますから、単語はギリギリまであがけます。午後実施の場合は2時5分から2時35分までに行けばいいです。だから昼食べていけるんですよ。だから夜型の人にはこっちの方が全然いいですね。睡眠時間もたっぷり取れますから、こちらをおすすめしています。まあ自分自身は早く動画が撮りたいっていうのもあるし、6時からね毎回生配信があるので、これ終わるの5時15分ですから、会場によって間に合わないんですよ配信に。こうだって試験終わった後、こう今は大会場で時差退出になるんで、退出がすごく遅くなるので、朝型じゃない夜型なのに午前受験してます。そもそもこの動画撮っても12時過ぎですからね午後受験だけど朝起きれるっていうんだったら朝に勉強することもできます。ただしさっき言ったようになるべく負担をかけすぎない、脳にですね決定疲れを起こさないようにするっていうのが大事になります。いいな、昼ご飯まで食べれるなんて。であとはまあいろいろあるのはバナナを食べるとかさ、栄養ドリンクとかね、いろんな過ごし方があると思いますので、そこは自分の体に合うもの。僕はもう飲んだり食べたりするとお腹の具合が悪くなったりとかするんで、水のみっていうことがほとんどですね。それ本当に自分の体と相談してください。一体どこで栄養を取ったら最大限の力が出せるのかとかね、本当に栄養を使うんで糖分とかね栄養分があった方がいいんで、自分に合う栄養ドリンクだったりとか果物だったりとかね、そういうの知っておくといいと思いますね。自分はもうそういうのを一切食べずに、お腹がペコペコこの状態で、喉がカラカラな状態で、これぐらいがちょうどいいと思って戦います。であとはね、結構できるできると言い聞かせること、これ意外とね良かったりするんで、緊張する時ほどできるんだと言い聞かせることで、あとはまあやっぱ諦めない、本番当日ね、やっぱ途中で諦めちゃう人すごく多い、嫌になるの分かる、でも最後まであがいてください。やるんです。偶然マークしたって当たる可能性ありますから、マークしてください。で
これはどんなテストでも言えることなんですけど、最後のアドバイスは試験会場に行くことです。とにかく試験会場に行かない人が多すぎる、諦める人が多すぎる。戦わずして逃げたら明日はないからな。必ず試験会場に行け。あ、でも発熱してたら行かないでくださいね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ってください。一緒に頑張りましょう。